はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。今日はね、じゃん、トーレブ行ってきました。みんな行った、爬虫類好きはみんな行ったよね。なので今日はトーレブの戦利品を皆さんに紹介したいと思います。一発目にして超お気に入りの生態をまずご紹介します。一匹目がじゃ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 ーん。まず一匹目がこちら、ボールパイソンのスーパーバナナ、夢かわいいです。めっちゃかわいいのこれ。うわーかわいい。でこの子ね、男の子です。スーパーバナナ、初めてのバナナです。もう先々月ぐらいからヘビにはまっちゃって、もうこの子で十何匹目だろう、15匹目かな。いやいいね、トーレプ。はい、そしてはい、2匹目こちら、ダイオウトカゲモドキのオス。オスはねめちゃくちゃ珍しいの。あのほとんどのショップさんがみんなねメスばっかりで、僕の行きつけのショップもやっぱオスは10匹輸入して1匹入ってるかどうかなぐらいの感じ、まあ、とにかくオスが少ないっていうことで、オス単体で売ってるお店があったのでそこでお迎えしちゃいました。いやいいね、超かわいい。はい、次3匹目いきます。3匹目は同じくダイオウトカゲモドキ。この子脱皮前でちょっと白くなっちゃってますけど、この子女の子です。いや安かったね今回のトーレプ。やっぱ年末の最後のビッグイベントっていうことで、あのかなり安い価格帯が多かったです。4匹目はこちら、じゃ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 ーん。ちょっとこの子も脱皮前で白くなっちゃってますけど、あのタンジェリンです。我が家にはタンジェリンが多くて、でこの子も尻尾ブリブリで、しかも女の子です。はい、めちゃくちゃ可愛い顔してますよ。そして最後、今回は 1,2,3,4 5匹を迎えしたのかな。最後5匹目がこちら、フトアゴちゃん、女の子。我が家ではね、フトアゴを繁殖してるんでね、この赤い女の子欲しかったんですよ。この子はレッドハイポトランスです。赤くて、でハイポっていうのはちょっとね、黒色素が減退するハイポで、さらにトランスが入ってるんで、お腹とかトゲを見るとお腹がちょっと透けた感じになってて、トゲも若干薄くなってます、色が。はい、遺伝子が3つ入った子。この子も相当ね、相場からしたら安いですよ。いやめちゃくちゃ良かったわ。というわけで、2days でやってるんで、まだトーレプ行ってない方、日曜日も行ってみてください。絶対ね、行って後悔しないと思うよ。僕もこんなに買う予定ではなかったんだけど、ちょっと良かった。だから買っちゃいました。であとは、12月8日にエキゾチックレプタイルエキスポっていうのがやるんだけど、そこには私、サンギーラ出店しますので、ぜひ皆様ブースまで遊びに来てください。まあ、今日買った子たちは、販売とかじゃなくて、普通に僕が育てて、行きたいなと思った子たちなんで、この子たちは並ばないんですけど、他にいろいろと繁殖した、ヒョウモントカゲモドキとか、西アフリカトカゲモドキ、フトアゴ、あとボールパイソン、などなど並びますので、ぜひ遊びに来てください。はい、というわけでね、この動画が気に入ったらぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。